はい、ガリュウです。コメント欄にね、もういっぱいこれが出ましたっていうお知らせがいっぱい皆さんお知らせしてくれたんで買ってきました。これダイソーのですね、新しい、メタルジグ、ちょっと待ってください。その名もですね、メタルジグです。いいんですかこれ。マクドナルド新しいハンバーガーの新製品出ました。その名もハンバーガーみたいな感じですよね。こんなの大丈夫なんですかねこれ。まあ一応 40g、28g、18g と今までのジグロックと全く同じウェイトバリエーションですね。まあ一応このジグロックとちょっと比較しながら、このジグどんな特徴があるのかっていうのを見てみます。はい、ということで、各ジグの形状を見ていきたいと思いますけども、これはまず、ジグロックですね。今まで皆様おなじみのジグロックなんですけども、まあ、ほんのりとリーフ型、この葉型ですよね。もう言わずと知れた皆さんご存知のジグ、ちょっと拡大します。まあ、左右に対しては全くの対称で、まあ、上下、口元のあたりにちょっとバランスが違うなっていうぐらいのもんで、まあ、基本水を受けやすいのでホールはですね、ひらひらと木の葉のように舞い落ちるような動きをすると思います。まあ、ただ巻きやしゃくりもいいですけども、僕はホールで釣るのがこのジグは好きですね。はい、ということで新しいメタルジグですね。新名前がメタルジグですね。まずパッと見てもこれ細身だっていうのは、先ほどのジグロックに比べると細身ですね。以前そのダイソーで売っていたですね、ジグベイトっていうメタルジグがある、これなんですけども、まあ、横から見たフォルムではこれに非常に近いですね。ジグロックよりはこっちの方に近いフォルムなんですけども、まあ、今回の新しいメタルジグはちょっと横の肉付きもすごくてですね、まあ、例えば正面から見るとジグロックとか、まあ、ジグベイトはまあ1枚の板みたいに見えるんですけども、これはちょっと丸みのある豆のように、はい、正面から見ると見えますね。でまあ、下から見ても左右は対称なのかなと、背中から見ても左右対称の形状をしているのかなというのを肉眼ではそう見えますね。外観ではもう細身の左右対称のジグということですよね。まあ、非対称のジグだと勝手にイレギュラーな動きをしてくれたり泳いでくれたりですね、釣り人がいろんなアクションをつけなくてもいいわけですけども、まあ、このジグに関しては結構釣り人の操作力っていうのが関係あるような気がしますね。はい、塗装なんですけども、このジグロックはもう悪名高いって言ったらなんですけども、塗装がすぐ剥がれることで有名だったんですけども、まあ言えば除光液とかでちょっとささっと拭いただけでも色とか落ちてましたからね、これ。まあ単純なカラーで、ホログラムの上からブルーと下から腹側からピンクを吹いているだけという感じになりますね、このカラーに。まあ他のものも合わせシンプルです。まあ対して今度の新しいメタルジグですけども、これはかなり塗装、本当かよっていうぐらい、100円でいいのっていうぐらい凝ってるんですよね。まあまず、このエラブタの部分に黄色を吹いていると。背中の部分のブルー、そして、まあ、色とは関係ないですけども重さがここに表記されている、まあ打刻のような感じでここに40と書いてある、まあ持てば分かりますけどね。あと側面にイワシの斑点ですね、黒で斑点、それから口の部分にオレンジをわざわざ吹いてるんですね。さらに腹の部分、これシルバーちゃんと吹いてるんですよ、色だから。シルバー1、2、黒も入れたら3、4、5色吹いてるんですよね。100円でいいのか本当にと思いますけどね。まあ、さらにコーティングなんですけども、コーティングの厚さっていうのも剥がしてみなきゃ分かんないんで、ちょっと、いろんな薬品を、薬品で溶けるのかなっていうのをやってみたけど溶けないんで、ヤスリガーって言ってここまでするのに結構大変でした。ってことは結構コーティング厚いんじゃないかなと思いますね。うん、まあ、今までの少なくともジグロックよりは塗装はむちゃくちゃしっかりしている気がしますね。まあ、ジグロックの悪名高いところっていうのは、まあ、塗装よりもこのむしろこのフックの方が評判悪いんですよね。もう上の句ジグロックだったら下の句フック変えろみたいなね、もう合言葉みたいになってるんですけども、まあ、このフック
パッと見外見から見てもほらこんなに今回は小さいんですよ。はい、ジグロックに比べて、まあ、シャンク部分も短いしフックの番手自体も小さい気がしますね。そして肝心のこのフック、これ使えるのかっていうところなんですけども、僕が感じるにはですよ、ジグロックよりはるかにシャープですね。まあ箱から出した状態で魚かけるはもう全然かかると思いますね。ただ耐久性とかこのなんていうの、あのスプリットリングの強度に関しては僕も何ともわからないですね。これを使ってみないとわからないですが、以前のようなその箱から出したらもうフックなまってたよと、まあこれも若干なまり気味なんですけども、これ新品ですよ、新品なんだけど、まあこの、まあ、シャープさのなさに比べると今回のメタルジグはかなりシャープなものがついています。まあ耐久性は分かりませんけど、まあせっかくシャープなものがついてるんだから、まあデフォルトのまま釣ってみるのもいいかもしれませんよね。もしかしたらすごくいいフックがついてるかもしれませんし、ダイソーイコールまあフック変えろっていうので、まあ実際に使えるフックを捨ててしまうのはねちょっともったいない気がしますけども、まあそれぐらいちょっとフックのシャープさは違いますよ。ぜひ一回試してみたらいいと思います。はい、ということでパッケージにも書いてます、扱いやすいセンターバランスと書いてます。どうなんでしょうか。まあ、とりあえずまずはジグロックを、これはまあ普通にしゃくってる感じですよね、リフト&フォールというかしゃくってフリー、しゃくってフリーって感じなんですけども、まあセンターバランスの特徴であります水平フォールっていうのは3回に1回、もうちょっと少ないかもしれませんね。割とすぐにバランスを崩して、自分勝手な動きをするのがジグロックですね。で、今回の新メタルジグですけども、これはですね、まあさすがあのパッケージにも書いてあるように、まあほぼ水平フォールします。まあテンションのかかっていないフリーフォール状態だと、まあほぼ真横向きますね。ということは食わせのタイミングは結構作りやすいわけで、僕はこういうジグ大好きなんですよね。まあ、ちなみに今回はどちらのジグもリアのトレブルフックのみでテストしてるんですけども、これ前後にフックつけたらこれもさらに安定した水平フォールをするんだろうなと思いますね。綺麗な水平フォールです。はい、ということで現在ですね、2020年8月現在、カラーはイワシカラーのみが発売されているようですね。はい、ということで、注意すべき点を一つだけ、言いますとですね、私これを6個買ったんですけども、うち2個がですねこんな風に目玉が取れておりましたはい、そこだけご注意いただければと思いますね。でこれを使った、また改造とかカラーチェンジとかまたどんどんやっていこうと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いしたいと思います。よかったらグッドボタンも、まあ、たまには押してみてください。まあ、バッドボタンでもいいですけど、よろしくお願いします。ということで、メタルジグっていうネーミングどうよ本当に。